森下顔面死球に対し岡田監督激怒。阪神岡田監督が激怒、森下へのあわや顔面死球に、情けないのを、伝統の一戦にならんよ、はっきり言うて。どんでん切れてるやん。岡田は森下に厳しいけどあれでいて可愛がってるからそらブチ切れよ、森下には多分伝わってええんけど W。これ去年だかの高津かなんかに言ったコメントの使い回しの嘘こめかと思ってたら、ほんまのやつやったんか。岡田おこやん可愛い森下を攻撃されて、俺もあの笑ったのめっちゃイラっときたわ。試合見てなかったけどこれ誰のこと。平内。これあれかな、明日森下にイン攻めすんなよボケともっていう牽制でもあるんかな。うなぎがどう思てるかやろな、腹立つノリなら平内に軍叩き落としとるやろ。森下結構熱い男なんだね。藤浪って当てた後申し訳なさそうにするだけマシだったんだな。昨日 HR 打たれてる相手に2球連続で顔面近く投げて、腰引けたの見て笑うのは岡田が切れるのもわかる。